専門分野で体育教育と障害スポーツを学んでいたので、まあ、仕事として自分の専門を生かしたスポーツを使って国際協力に携わりたいと思った思いを抱いていました。楽しかったことは、市場に行くことが私はすごい好きで、新しい食材に出会えたとか、なんだこの食べ物はとか、なんだこの機械はとかってなったりするのが私はすごく楽しかったです。協力隊は結構ボランティアなので、こう自分が与える、自分が何かしてあげるっていう面もあるんですけれども、それ以上に自分自身が受け取ったものが多くて、学び成長も大きい活動でした。友人が応募していたことがきっかけで、私にもできるかもしれない、やってみたいなって思ったのが背中を押してもらったことでした。そうですね、自分ができるのかとか、知らない国で、安全面とか大丈夫かなっていう、自分の人生に彩りを与えてくれたものかなって思います。過酷な環境、困難の中で、自分を試せる。そしてですね、やはり途上国っていうのは命との関わりがすごく身近にあるので、やっぱり生きているっていうことを感じながら活動できるっていうところが非常に大きな魅力だと思います。私はすごく行ってよかった、行って得たものがたくさんあったので、私も応募する前はすごい迷ってはいたんですけれども、少しでも興味があるのであれば応募してみたらいいと思います。やはり世界は広いですし、いろんな人、いろんな出会いがあります。その中で楽しい、人生をの一つとしてですね、国際協力を皆さん目指してください。本当によく言われていることは、言葉の壁、制度の壁、それから、心の壁っていうことをよく言われていますけれども、大学生向けの国際理解プログラムにおいて、多文化共生について大学生と一緒にいろいろなことを考える、これは本当に私も勉強になりました。多文化共生というのは、外国人も日本人も関係なく、一人一人が自分らしく生きていける社会を作るということだと思いますので、皆さんの一人一人よそ者体験とか生きにくさっていうことを感じたことがあると思いますので、そんなあなたなら他の人の、そういう気持ちもわかると思いますので、ぜひぜひ、多文化共生に参加してみましょう。